こんにちは、いかがお過ごしですか？東映動画といえば、あの、白蛇伝って有名ですが、ディズニーと提携して、アニメ制作技術を習得しつつ、虫プロなども加わり、日本のアニメは、独特の発展をしてきました。現在、ジャパニメーションと呼ばれるほど、世界に認められるようになった日本のアニメですが、ジブリの風の谷のナウシカがドクタースランプより後だということを考えると、日本のアニメの発展の後押しの一助にもなったのがあられちゃんだったかもしれないと、この記事を読んで思いました。ドクタースランプがなければジャンプの躍進はなかった？アニメ黄金期を作った転換点。少年ジャンプがアニメ化に消極的だった理由。誕生から40年以上が経つ。ドクタースランプがその後の歴史に大きな影響を与えていたことを知る人は意外と少ないかもしれません。ドクタースランプが週刊少年ジャンプで連載を開始したのは1980年5・6合併号からでした。いきなりの1・2は同時連載で、随分力を入れているなぁ、と、当時の筆者は感じたことを覚えています。そして、連載から数週間ほどで、ドクタースランプは、ジャンプの人気漫画の一つとなりました。その人気は急上昇、コミックスも発売され、半年ほどでジャンプ読者以外からも注目されるヒット作品となります。もちろん作者である鳥山明さんは一躍、人気漫画家の仲間入りをしました。ちょうどこの頃、アニメ化の企画が動いていました。それは長年放送されていたアニメ、一休さんの後番組として、東映動画がテレビ朝日と企画していたものです。しかし、この企画は途中で頓挫しました。それは、ジャンプ編集部から OK が出なかったからです。ジャンプ編集部には、それ以前から、アニメ化に対して不信感があったため、OK が出なかったのです。それはアニメ化前提で連載開始した、マジンガー Z が原因でした。マジンガー Z は、アニメ前提企画だったため、講談社の児童誌、テレビマガジンにもアニメ放送から少し遅れて連載を始めることになります。当時、専属契約制度を導入しつつあったジャンプ編集部は、このことを問題視して、人気絶頂だったにもかかわらず、マジンガー Z の連載を打ち切りました。このことがきっかけで、当時企画がすでに進行していた、サムライジャイアンツを最後に、サーキットの狼、リングにかけろ、など、世間的に大ヒットと呼ばれていた作品があったにもかかわらず、ジャンプ作品は、アニメ化には、至らなかったわけです。もちろん、他にもいくつか理由があったとも言われていました。こうして一度は、アニメ化が見送られた、ドクタースランプでしたが、その企画を惜しいと考えた東映動画は、フジテレビとの企画として再始動します。この時、フジテレビが積極的に動いたことで、ジャンプ編集部もアニメ化を承諾する方向に動きました。ただ、あくまでもジャンプ編集部が主導権を握るようにシステムを構築します。これが後に、ジャンプアニメ黄金期を築く基礎になったわけです。未曾有の大ヒットが、ジャンプを一変させた。こうして1981年4月8日から、漫画、ドクタースランプは、アニメ、ドクタースランプあられちゃんとして放送を開始しました。アニメは最初から好調、第34話、地獄の使者ちびるくんでは、最高視聴率の 36.9% を記録。ちびまる子ちゃん、サザエさんに次ぐ、アニメ、歴代最高視聴率3位となりました。この爆発的なヒットは、少年誌をあまり読まない女子中高生が注目したことが要因だと言われています。ぬいぐるみや文房具などのキャラクター商品が飛ぶように売れ、主人公ののり巻きあられの真似をして、おしゃれとしてメガネをかける女の子も増えました。また、うんちゃ、
ぱいちゃ、ほよよ、というあられ語も流行語となり、社会現象になります。これには、あられ役だった声優の小山真美さんの演技力も多大に貢献しており、これにより小山さんは、アニメファンだけでなく一般の方にも広く知られる声優の一人となりました。スポンサーの玩具会社バンダイでは、プラモデルを販売していたのですが、漫画の扉絵をそのままプラモ化するという、それまでにない商品展開をしていました。当時は多色成形など、ない時代ですから、塗装しないといけないのですが、それでも作品の人気の高さから、シリーズ外事できる程度のヒット商品になります。もちろん、これには、前年から発売されていたガンプラのヒットで、プラ模様と用が、一般的になったからという背景もあります。これは、現在では、当たり前のようにあるアニメフィギュアの先駆けとも言える商品でした。このような多方面に影響を与えた、ドクタースランプの大ヒット。しかし、一番影響が大きかったのは当の、少年ジャンプでした。このヒットによりジャンプ編集部の方針は、180度転換、アニメ化に対して積極的になったことは、歴史が証明しています。特にジャンプ、東映動画、バンダイの結びつきは固く、その後も現代に至るまで次々とヒット作品を生み続けています。よく、少年ジャンプのキャッチフレーズは、友情、努力、勝利、と言われていますが、先駆けとなったドクタースランプには当てはまらないのが面白い話ですね。